ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界8月1日の出来事について触れてまいります。2019年のこの日、ミスタープロレスハーリー・レイスがこの世を去りました。去年76歳でした。1982年のこの日、ハーリー・レイスはジャンボ・ツータの持つ UN ヘビー級に挑戦、見事勝利し第20代 UN 王者となりました。1983年のこの日、ババア・ツータは新上田のインタータックに挑戦、見事勝利し、インタータック6度目の戴冠となりました。1985年、新日本プロレス両国大会に元全日本プロレスの越中史郎がアジアプロレス所属としてリングに登場しました。越中は荒川の挑戦を退けたコブラに挑戦を迫りました。1991年、リングス大阪大会で永井光也がデビューしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。